すごく照明とかともあって、あのお客様からも色味はすごい好評ですね。私たちは結構塗るのハマってしまって、ここの店が終わった後も塗りたくて。漆喰珪藻土の専門店ロハスオールの辻です。今回はお蕎麦屋さんに漆喰を塗っている有政さんに来てます。こちらのお店をご紹介していきます。お店の中に漆喰や珪藻土を塗ったらどうなるのかっていうところをお届けしていきますので、それではよろしくお願いします。ではですね、あの有政さんのおかみさんです。よろしくお願いします。あ、緑ヶ丘のそば料理有政の青柳康子と申します。はい、よろしくお願いします。さあ、ね、こちらは、今から9年前に、はいはい、塗られていて、もう9年間ずっと営業されてますので、はい、その様子をね、これからお聞きしていきます。こちらもともとお寿司屋さんだったんですよね。はい、そうです。そのカウンターを使わせていただいてます。を使って、はい、でお店をするときに、あの壁だけ塗った。はい、もともとあったクロスを剥がして、であと温度っていうんですか、のりを全部こそぎ落として、それからあの塗ったっていう感じになります。はい、塗るのに何日ぐらいかかったんですか。ちょっとそれがしっかりした記録が残っていないんですけれども、はい、他の内装の工事とかと合わせて、結構期限がきちんとあったので、ここまでに壁を抑えなければいけないということで、約1週間で全部終わらせた覚えがあります。で3人で塗られたんですよね。はい、そうです。はい、私と店主の主人と、あと主人の父親、はい、私からすると義理の父がやってくれました。はい、で、こちらに塗ってるのは本格漆喰のアイボリーですね。はい、はい、で照明とかともあって、あのお客様からも色味はすごい好評ですね。塗った時の様子とかも覚えてないですよね、9年前だと。でもすごくあの覚えてるところもあって、はい、まあ、全員素人ですから、あの塗ったことがなかったわけですけど、体験会に、講習だけじゃなくて体験会に行かせていただいたので、そこでちょっとあの使い方を、あの私と主人だけですけど慣れておいたので、比較的なんかあんまりためらわずスタートできたというか、はい、何回か来ていただき、はい、出ますよね、やりだしたらすごい楽しくて、はい、あの私たちは結構塗るのハマってしまって、ここの店が終わった後も塗りたくて、あの近所に手伝いに行ったりとかして、はいはい、お友達 のところにね、はい、塗って、ここを見てご自宅も塗りたくなった方とかいらしたので、ここを手伝いに行ったりとかしました。はい、ありがとうございますまあ、この9年間使っていくといろいろ汚れがついたりとかもあると思うんですね。はい、はいはい、でその辺のメンテナンスとかってどうされてるんですか。気づいた時に、本当にちょっと素人が3人でそれぞれのやり方で塗ったので、あの塗り方もちょっとまちまちなんですけれども、凸凹があるとちょっとそこにホコリが溜まってしまったりとかっていうのがあるんで、気づいた時は水拭きで軽く落とすようにしたりとか、あとあの蕎麦屋なのでお子さんがおつゆを飛ばしてしまったりとか、特にお座敷の方とかが、はい、そういうのがありまして、でもそれはあの不思議とというか、本当に雑巾でちょっと軽く叩くと跡形もなく消えて、あの綺麗なので、ちょっと見も9年もうすぐ10年とか経ったように見えない感じで、あのすごいありがたいですね。そこはじゃあちょっと奥見に行きましょうか。はい、座敷の方ですよね。はい、そうですね、はい、すごいな。じゃあちょっと上がってきますね。お邪魔します。ロハスウォール。まあ、ここは和紙貼ってあって違うんですけど、この辺りここら辺から始めて、はい、であのここも全部じっくり塗らせていただいて、模様が あれですよね、花ごて引きずりとかなのかな。あ、そうです。あのなんていうか、小手でちょっとあの粒立ててというか、あの、はい、やつ立てて、はいはい、それを後から軽く押さえるような感じで潰すっていうのを、はい、あの3人ともそれでやっていきました。スタッコ仕上げですね。で凹凸があるんで消臭効果とか、はい、消失作用とかがね、結構高い模様でになってますね。あと割と下手さが目立たないというか、
何人かでやっても比較的あの差がないですよね。そうなんですよね。あのツルツルにしようと思うとやっぱり技術の差が出てしまうんですけど、これはあの割とみんなできるっていう。はいはい、そうですね、うん、基本ねメンテナンスはあれなんですよ、重曹ペーパー。あ、そうなんですね。あれが効きますね。あ、すいませんいや最近分かったことなんですけど、10年目にして知りました重曹ペーパーの液体あるじゃないですか、はいはい、あれが中に染み込むようになるとだいぶ落ちますね、うん、あ、そうなんですね。去年年末に発見しました。あ、じゃあ次回から、はいはい、それが一番お手軽かなという、はいはい。そう、 うちの特徴としてはそこの四角い出っ張りがあると思うんですけど、これがあの木で作ったスピーカーなんですね、うん、で手作りしていただいて、あの主人のいとこが作ってくれたんですけど、あの木の状態でここをつけてた、つけようとしたら、あの漆喰を塗るとちょっとこう石の響きが、はい、あの響きがより良くなるというので、残ったあの漆喰で塗って、あのすごくいい音が出ます。いいですよね、はい、私もよく味わってます、はい、あ、なるほど。ちなみにあの有政さんの店名の由来に関わってるんですよね。あ、まあ、そうですね、はい、あの人がすごいジャズマニアなので、あの音楽好きで、こういったあのこれとかあちらのスピーカーもそうなんですけど、あのできるだけいい環境で聴いていただきたいなとは思ってます。店名もあの有名なジャズミュージシャンから、はい、方からいただきました。本人も OK もらったんですね、はい、ロハスウォール、よくここでご飯食べてます来た時は何人かで来た時はこっちです、はい、さあでは、はいはい、そうですね、トイレですね、はい、あのトイレを塗ったのは、はい、この部屋主に主人が塗りました。あ、他が全部終わった後、最後そうですね、はい、あ、なるほど。まあそれは一人でしか無理ですよね、この広さだとね。そうですね。であのトイレやっぱ上寝るときに、あの便器の上とかに立って、はい、便器を破壊しようと壊れそうになったりとかしたので、はい、皆さん気をつけてくださいって言ってました。あ、ですよね、はい、脚立を、はい、脚立を使ったんで、はいはい、まあ、トイレはね塗ると消臭効果があるので、うん、はい、こういうお店には絶対塗った方がいいなというのが私の、はい、意見の一つです。ここは、こっちを塗ってここから塗っていった感じなんですか、ね、確か順番としてはこっちを塗ってこっち側にあ、行って、はい、あ、で、でこう戻ってきたような感じですかね、はい、こういうね、あの写真とか飾ってる漆喰のね壁は映えますから。そうですね、写真とかね、絵とか、うん、はい、いいですよね、はい、うん、お店作るときに塗られる方とかってやっぱり他の工事とかと並行してっていう場合が多いと思うので、うちもあの、まあ、お寿司屋さんの設備を使いつつもこちらに結構大きい工事が入ったりとか あったので、なんていうか計画はきちんと立てて置かれた方がいいかなと思います、はい、あとその冬場だったんで乾きが遅くて、ちょっと思ったより進まないって思ったりとかいうのがありましたから、で、ね、店舗作るときは1日延びるとその分やっぱり経費がどさっとかかってしまうので、そこだけはちょっと注意した方がいいかなとは思いました。計画的にということですね。そうですね、はい、冬と夏で若干この乾き方が違うので、冬のメリットは乾くのが遅い分修正がしやすいという。そうですね、はい、それはそうでした。真夏の場合は逆に早いからテンポよく行けるんですけど、あのもたもたしてると固まって修正ができないとかっていう風になるので、夏の方がどちらかというと初心者にはこうハードルが高い感じですね。今回は東急の大井町線緑ヶ丘駅から駅の目の前にあるお蕎麦屋さん有政さんをご紹介しました、はい、この動画が参考になった、面白かったなと思ったらいいね、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。